皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はアインツベルの相談室のその2話でございます。Let's 始まって見ていきましょう。今日はどのような勉強できるでしょうか。その2。私は迷えるマスターとサーバントを導く弁護士よ。弁護士なの？アインツベル相談室。はい。なんで法律事務所？なるほどね。かっこいい。師匠がいつも人助けをしているからなのですね。それがね、事務所を構えてみたもののお客さんが一人も来ないのね。まだ収入ゼロなの。あらら、ゼッちゃん。ゼッちゃんはゼロだから。ゼロゼロ多いですね。法律事務所と見ました。看板を作るべきです。おっと。ちょっと待っててください。看板作るか。作ってこい。得意んだね。うわあ、大丈夫か？とりあえず作ってきました。めっちゃボロボロやん。確認してくださいです。あらまあまあ。見せてくれ。今日は魔術師について質問があります。師匠からいただいた教本ではマスターはすべて魔術師とありますけど、魔術って何ですか？それな、魔法と魔術は違うみたいなね。コメントでいろんな人が書いてるけど。昔から伝わっている学問で、学問消費的な文明とは真逆の技術系統と思ってもらえばいいわ。真逆の系統。難解です、師匠。要はマジカルよ、マジカル。マジカル、魔法掴んでね。外に漏らさず仲間内だけで守ってきたのが魔術師なの。魔術師の家に生まれた人間は歴代の当主が伝えてきたものを継承して自分の代で新たな術式を獲得し、はい、さらに次代子供に託していくわ。一話でもケイネスが言ってたでしょ。ケイネスが話したんだよね。血統が大事だって。あれは伝統的な意味だけじゃないの、そういうことなんだね。代を重ねるほど優秀。そういうお家が大事って意味だ。お家ごとに使う魔術は違うんですか？みたいなんだよね。基本的にはどうやって目指すかで魔術基盤は異なるか。はい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 。金術、マキリは呪術といった風に。おー、家柄ごとの属性が意味がわかった。簡単に言ってそれぞれの特色、個性ね。走るのが得意とか、計算が得意とかですか？ええ、それでいいんかい。笑った個性は確かにオンリーワンだけど、同時に汎用性が薄まっていく。魔術界においては万能であることが尊さの証。万能が尊さの、じゃあ万能であればもういろんなことできる感じ。貴族さんたちみたいな人なんでしょうか。まあそうだろうな。大部分がそうね。まあそうだろうな。じゃないと魔法できなかったから。富豪、名家の人間が残ったわ。知識の専用というのもあったわね。西洋の魔術師たちは特に支配者意識が強くて、魔術の実践において拡張、伝統を重んじる嫌いがあるわ。はあ、なるほどね。時雄馬さんはウェスタンっぽいだね。規律ってやつね。もう彼はめっちゃ消費文明だもんね。バンバンバン。いいんだね。彼は何事も型破りなの。魔術師たちも十人十色。伝統を重んじる人もいれば、伝統から外れた人たちもいるわ。十人十色。オッケー、分かったよ。たくさんの色がありますね。世界戦争に参加している魔術師たちを一覧すると、こうよ。はい。わかりやすいです。トーサカ、アーチボルドが植えて、キリツグと龍之介とカリアン。カリアンって誰？彼は伝統を重んじながらも古い部分は見直そうと考える新世代ね。そうだね。龍之介くんはそもそも魔術世界のルールを知らない。カリアンは魔術そのものを否定しているわ。そっか。龍之介って誰だったっけ？モジャ神父はうさんくさい目で見ているんですね。電話使いなさいと。そう、綺麗神父のことね。そうだね。キリツグは不思議なやつだよね。でもなんで弟子になったん？ああ、そういうことで弟子？ちょっとわかんないんだよね。拳銃とか爆破とかもう魔術関係ないと思うのですが。まあ魔術師殺しと言われるゆえんよ。魔術師は魔術を絶対とするあまり相手の魔術への守りばかりで、近代兵器への関心は薄くなってしまうの。なるほど。だからそれが逆に使えるっていうやつ。第4次の頃は
魔術指導士であることの資格があった。そうだったんだよね。キリフは魔術師としての教授はないから、相手の弱点さえつければ手段は問わないマスターだったの。うん、必ず殺すっていうのがベスト構えですね。戦う相手へのリスペクトは欠けていると思います。リスペクトしなくていいから、相手を尊重してなお打ち勝つことであってほしいです。お前誰やね。キリフはちょっと効率によりすぎね。効率が良くね。ゼッチャンはキリツグが嫌いになった？いえ、直接会ったことのない人を嫌うことはできません。それに人間としてどっちが上とかないと思います。あ、そう、人の問題ではないでしょうか。おっす、おっす、そうか、かわいいんか。あー、あんたの子でね。なんや、なんかいるぞ。え、誰かいた。え、アサシーノ。え、この時代にはまだアサシーノが。あ、ちょっとたわいなしやな。お前まだ生きてる頃やったんだね、これは。あー、アイレスフィールに抱っこされる。殺された。師匠、何でしょう。壊れさ、こいつらすぐ死ぬよね。魔術師たちのルールは分かった。そんな強かったんか、アイレスフィール。じゃあ次はこれね。アインツベイル。バトルロイヤルなんですよね。はい。魔術師は自分の戦闘代行者であるサーヴァントを呼び出し、はい、他の参加者を打ち倒す。そう。そして生き残った最後の一組の前に聖杯は現れ、使用権を与える仕組みよ、はい。そして自分のサーヴァントを殺して根源に行くんでしょ。過去の神話、逸話にあるその民族の成り立ちに必要不可欠とされる英雄の霊を呼び出したもの。Yes. 魔術世界において最高ランクの使い魔ね。サーヴァントを召喚して刺激してこそ魔術師はマスターと呼ばれるのですね。あれ、あれ、でもそうなると私マスターではないのでは。まだ呼んでいないか、はぐれちゃったのよきっと。この人がマスター？そうね、年下の女の子とか仲睦まじくていいと思うの。私はトラとか、そういう強いものがいい。トラとか。それより師匠、なんでサーヴァントはセイバーとかランサーとか分かりやすい職業で呼ばれているんですか？ねえ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 、職業だよね。サーヴァントがどこの英霊なのかを隠すためというのもあるんだけど、サーヴァントはクラス名が本名ではないのです。そうなんですよ。ライダーは生きる人名を公開しちゃってますけど、ね、私は NG なんでしょうか。基本的にありえないことよ。そうだよね、もうバレちゃうからね。目の前にいる相手を倒せば終わり。 C ちゃんが見てるんだもんね。目の前の B を倒すために自分のデータを公開したら、次の相手はそのデータを元にして襲ってくる。だんだんと不利になっていくのはわかるでしょ。そうだよね。加えて有名な英霊ほどその死に際や弱点が伝承に残っている、うん、それをネットで勉強したらいいもんな。時に明かしてしまったらどうなるか。戦いになりません。そっか、聖杯戦争の序盤は徹底して正体を隠しながら、それほどアレクサンダーは自分かっこいいと思ったんだよね。そうなの。でもセイバーやランサー、アーチャーは白兵戦ではトップランクだけど情報戦は得意じゃない。だからランサーのように自分をおとりにして他のサーヴァントを誘い出したり、セイバーのように切り札を隠したまま相手と戦って、まあバレたけどね、一瞬で。うん、キャスターは戦闘能力は低いけれど逆に情報集めに特化しているわけですね。ただ戦闘に強いだけでは勝ち残れない。でもキャスターは一切ゲームに参加してなかった。で暴れても先はないのよ。俺強え。いくら切り札が強力だと言っても初戦で使ってしまうと次の戦いでバレたらあかんよ。そのために切り継ぐが頑張る。慎重にならざるを得ない。切り継ぐが頭良すぎた。ゼッチャンもマスターとして選ばれた以上、戦いの定石は知っておかないと生き残れないわ。もちろんその定石を逆手に取った戦略もあるのだけど、それはおいおいね。ちなみにゼッチャンなら初手はどう指すのかしら。逃げる。ランサーのように一騎打ちを申し込むと言いたいところですが、私それほど自分に自信もないし、守らないといけない誇りもないのです。ですのでまずはキャスターを探して倒します。おう、なんでキャスター？根拠は一つ、私は多分戦闘特化のマスターである。一つ、放っておくとこちらの手の内を監視される。なるほど。一騎打ちに持ち込めばまず勝利できる。この3点からです。あっ、合格。あっ、もうどこに出しても恥ずかしくない聖杯戦争初心者になったわね。師匠として嬉しいわ。頑張ったね。初心者なのです。はい、今後も
の精進に励み、愛理師匠に恩返しするのです。愛理師匠、ありがとね。え？いいわ、基本が身についたところで出かけましょう。ちょっと重厚わかんなかったけど、オッケー。時読みさんの家に忍び込んでワインをいただきに行きましょう。大らしい。師匠、私未成年です。あとそれ、死亡フラグ、死亡フラグ、死亡フラグ。それ死亡フラグなのかな。よし飲み行こうぜ、楽しんでいこう、パーッとレッツゴーって。これからあんたらを死ぬ、それとも時読みの家に行くことは死亡フラグですか。今回得た情報、マスター魔術に関してちょっと、でもまだなんかめっちゃ知らんかったっていうような情報は今のところなかったんだよね。もうちょっとね、奥深くまで入れないとあいつベレン教えてくれないのか。相談室に来てるんだけど、俺が知らない情報をもっとくれないと。ちょっとあなたはさ、ゼッちゃんを誘惑するのに力を使いすぎちゃって、ちゃんとさ、誰もが知らないコソコソ話を教えてくれよということなので、皆様面白かったでしょうか。次も見たりしますので、面白かったら高評価、コメントや登録の方をお願いします。で、次も見たかったらぜひ見たらええと思うんで、間もなく出ます。ぜひご覧ください。バイバイ。